この総合政策という用語はですね、文字通りこの総合と政策という2つの用語からなるわけですけれども、で同時に政策というのは個別の政策分野から構成されるわけですけれども、第4巻では総合的に政策をまず計画し、立案し、実践をするというこの一連の流れに即して、それぞれ個別の政策がどのように計画し、立案されて実践されていくのかというこの非常に大きな流れをですね、この第4巻で体現しているということになります。で総合政策においては、この最高レベルの総合的な政策立案という過程をですね、それぞれ個別の分野、これに即して実感していただける内容になっています。私たちの社会が成り立っているのは、政策がきちんと立案されてですね、実施されているからに他なりません。つまり私たちはこの向かおうと思っている方向をいかに示すのか、これは非常に難しい作業ですけれども、これを高度な知見に基づいてですね、どのような方向に向かうべきかということを政策として考える、これを実際に確認していただくことができる内容となっています。政策立案というのはある意味で机上の空論になるという恐れもあります。でところが SFC では実際にこの政策立案の現場に携わっていると。例えば私もですけれども、この政府の委員会に参加をしたりとかですね、議論の場に参加をしているという教員が非常に多いというのがまず特徴です。霞が関の第一線でこの政策立案に携わっている、もう本当に第一線の、担当者がですね、 SFC で実際に講義を担当していただいている。これは非常に貴重なことでありまして、その内側、それから場合によっては裏側も含めてですね、これを理解できる、その情報に接することができるっていうのは学生にとっても非常に魅力ではないかというふうに思います。一番感じたのはですね、これほど難しいことをこんなにやはり真剣に考えているのかというところですね。このやっぱり高度で難しいことというのは、その裏付けとなる知識があってこそ初めてアウトプットが出てくるわけですけれども、まさにこの第4巻ではですね、基礎があって、でさらに分かりやすく書いていただいているというふうに思います。この30年というとですね、このコンピューターがもう広く普及し始めて、でさらにこのインターネットがやっぱりできたというのは非常に大きいわけです。で SFC の特徴としては、まさにこのインターネットというものを基軸にしてですね、SFC が発展してきたと言っても過言ではないわけですけども、同時にインターネットによってこの私たちの生活が変わるということは、政策も大きく変わらなければならなかったわけですね。私たちがこの30年で経験したこの変化というのは、人類が今まで経験してきたこの経験とはもう比較にならないほど加速度的に変化が大きく来ていると。でそうなると、どうやってついていくか、これは SFC に答えがあるわけですけども、 SFC はこの流れを作ってきた、それからこれから作っていくという人たちで構成される集団ですので、私としてはこの集団の中にいてですね、これからも非常に影響を受けつつ、このあと30年どうなるのか、必死でついていきたいなというふうに思っているところです。私はですね、専門は法学です。で法学というのは実はあまりチャレンジしない学問分野なんですね。逆にチャレンジすると世の中が大変なことになります。ある意味でかなり保守的である学問分野なわけですけれども、ところが私が SFC に着任をしてからですね、非常にこの刺激を受けて、常にやはり新しいことを新しい視点から考えつつ、今後法というものがそれをどのように裏付けをして後押しをしていくことができるのかということを考える機会が増えています。今回第4巻に最後私の方でまとめさせていただいておりますけれども、 AI、 それから自律型のロボットが今後世の中で使われるようになった時に、どのような問題が生ずるのか、でその時に法はどのように向き合うべきなのか、新しい問題にも直面しなければなりませんので、この問題をぜひとも第4巻の私のところで確認をしていただくと、今後どのようなことをですね、考えなければならないのかということを私も考えていきたいと思います。